マンションアパート経営で大きなメリットのうちの一つとして資産圧縮効果が高いということが挙げられます。すごく話を簡単にすると、例えば1億円の価値がある土地を持っていたとします。でそれを相続したらですね、まあ、1億円に対して財産、1億円の財産を相続したとみなして相続税を払わないといけないわけです。ですけど1億円の土地を持っている状態で1億円借金をして建物を建てたら1億マイナス1億で資産はゼロということにみなされるんですね。でそれを相続をすると、まあ、1億マイナス1億で、まあ、ゼロだから要は財産なかったんだよねということで相続税がかからないということです。皆さん土地活用をする上で賃貸アパート、一棟マンション建てようとする人はこういった効果を狙って建てることのことが理由です。